中国民航機ハイジャック事件とは1989年12月16日に発生した中華人民共和国の民間航空機に対するハイジャック事件である。ハイジャック実行者の身柄引き渡しについて日中間の国際問題になった事件であるほか、外国でハイジャックされた旅客機が初めて日本の空港に着陸した事件である。 1989年12月16日、北京発上海、サンフランシスコ経由、ニューヨーク行きの中国国際航空公司 CA981 便は北京を10時に離陸した。上海に向かう途中、10時40分頃災難付近の上空でハイジャックされた。犯人の中国人男性は祭子を連れて搭乗しており爆発物を所持していると脅迫し、 韓国のソウル行きを要求した。機長はソウルに向けて飛行したが、中国と国交を結んでいなかった韓国政府に強硬に着陸を拒まれ、スクランブル発進した戦闘機すら飛来したため、機長は韓国領空への侵入を諦めることになった。13時25分に航空自衛隊が公海上で981便のハイジャック信号を確認し、 981便は13時50分にチェジュ島上空から福岡へ向けて進路を変更し日本領空へ向かった。13時50分に追記基地から戦闘機がスクランブル発進し14時10分に981便と確認した。14時11分に981便は日本領空に侵入し、 ニュータバル基地から発信した F-4EJ の監視を受けながら福岡空港へ向かった。981便は14時33分に福岡空港管制に対し残っている燃料は40分飛行できる量しかないと緊急着陸を要請し福岡空港管制は14時35分に981便に対して着陸を許可した。そして14時52分に 福岡空港へ着陸した。福岡空港にて客室乗務員が犯人に韓国に到着したと嘘をつき、隙を見て機体後部の非常口から犯人を滑走路上に突き落とし、犯人は福岡県警察福岡空港警察署に逮捕された。この際、犯人は骨折などの重傷を負い、福岡市内の病院へ搬送された。ハイジャック機の乗客は、 犯人の妻子を除いて18時までにハイジャック機から当時の国際センターミナルへ移動した。ハイジャック機はその後犯人以外の乗客を乗せ翌12月17日未明に福岡空港を離陸北京首都国際空港に帰還した。その後犯人は容態が回復後の1990年1月に福岡空港から羽田行きの日本航空機で東京へ移送された。 日本の捜査当局に対し犯人は6月に発生した天安門事件でデモに参加したために過月間身柄を拘束されていた。そのため最終的には大韓民国に亡命したかったと供述し政治亡命が目的のハイジャック事件であったと主張した。そのため日本国内からは政治犯の引き渡しを禁止した逃亡犯罪人引き渡し法に該当するものであり、もし 中華人民共和国に相関したら政治犯として死刑になる恐れがあり、人道上許さないとの声が人権団体などから起きた。そのため前例のない判断を司法当局は迫られたが、東京高等裁判所第5特別部は1990年4月20日にハイジャック犯罪を重視し、中華人民共和国への身柄引き渡しを決定した。 犯人は1990年4月28日に中華人民共和国政府に身柄を引き渡され、本国に送還された。中華人民共和国側は、国際的世論を考慮したためか、公開裁判で審理を行い、犯人に対し北京市中級人民法院は7月18日に、懲役8年、政治権利剥奪2年を言い渡し上訴がなかったため、そのまま確定した。 ありがとうございます。